皆さんこんにちは、キャプテン翼戦いドリームチーム、こちらのアプリの方が配信されましたのでやっていきたいと思います。まあ、こちらシリーズ化するとかじゃなくて、まずはやってみてどんな感じなのかなという感じで今回ねやっていけたらなと思います。それでは行きましょう。お、来た。キャプテン翼戦いドリームチームの世界へようこそ。このチュートリアルのナビゲーターを務める、中澤さなえよ、よろしくね。これから試合中の操作方法について教えていくね。まずはフィールドでの操作方法から教えるわ。フィールド操作は基本的にオートで進行するけど、自分で操作することもできるの。パスは選手がいる場所以外にも出せるわ。空いてるスペースにパスを出してみて。こういうことか。次ドリブルだって。引っ張る。あ、これ動いてるね。わしが止める。あ、一応属性があると。はいはいはい、まあ、これいつもの属性ですね。数値が大きいほどコマンドの成功率が上がる。で、それを使うにはスタミナが必要と。で、自分のスタミナはここ1203で、ここ押せってことなんで、ドリブル消費60っすね。はい、でも一番成功率は高かったね。相手のブロックをかわしてうまく突破できたわね。うん、ドライブシュートあった。はい、もうドライブシュートしかない。いけ、ドライブシュートだー。いや、かっこいいね。普通にドメルト、俺の黄金の右腕はまだ死んでない。うわ、演出最高じゃん。うわ、弾かれたーっつってね、入ると。よし、全日本。まあ、軽くそんな感じらしいね。うん。お、早速ガチャ。今回無料ね。もちろん。一回。どんな感じなんだろう。シュート。行くぞ、翼くん。美咲くん。おお、出た。これどこだっけ、なんか FC 東京の選手とかなんか実際にやってないっけか。 YouTube 見たことあるんだけど。 SR、 新田俊、この選手でいいかしら。リトライすることもできるわよ。リトライできるの？何回でもリトライ可能だって。すごい。や、これはちょっとユーザーに優しいな、これ。行くぜ翼。これ何？また違うじゃん。え、演出結構厚そうだけど。金。澤田武史。いいのかどうかも分かんないから、ちょっともう一回いろいろね演出があると思うので見ていきたいなと思います。これ普通のやつじゃない？これスキップしよう。これでまたみんなとサッカーができる。あ、三崎太郎出た。この何回でも引くことができるガチャと通常のガチャ、排出されるキャラが異なるらしいです。通常ガチャからしか、出ないキャラも、まあ、存在するらしいんで、まあ、通常ガチャから、まあ、排出される SSR のキャラでリセマラを終えることが、まあ、理想らしいんだけど、じゃあ SSR 出んのかな。何？ちょっともうちょっと引いてみましょう。一応ね 3% の確率で SSR 出るらしい。翼、来い、キューガ君。 SR 頑張るぜ。石垣くん。何？何言ってるの。お、今度また演出違うんだけど。色変わってほしいんだけど、これずっと金じゃん。エース殺しのソーダとは俺のことよ。何？
ファイヤー、俺の全力のサッカーだ。いけ、意地と根性だけは誰にも負けない。出ないな。なに、行くぜ翼。これでまたいっか、美咲くんで行こう。この選手ちょっと分かんないんでね。はい、でチームに入れると。知らない選手ばっかなんだけど。美咲くん入れ替える。これでいっか。来てくれてありがとう。今日もこれ。なんかすげえもらえるな最初。ログインボーナス。めっちゃもらえるんだけど。はい、これプレゼントあげるよ。あ、てか翼くん普通にゲットできるんだ。自動でいいんじゃない？これでいいでしょう。入れ替える。てかユニフォームとかも変えられるんだね。すごい。はい、ということでキャプテン翼戦いドリームチームという、こちらのゲームやってきましたけども、まだまだちょっと分かんない部分があるね。まあ今だったらなんかこの SSR の大空翼自伝登録が200万だから達成したので、その報酬で、もらえるということなので、ぜひこの機会にね、サッカー好きな方はやってみてください。ちょっとこれはね続けて出すか分かんないんだけど、すげえこれ面白いよとかあったら、やっていくかもしれない感じですね。やってる方いたらねコメントで教えてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。